T2V、T-1 空母アンティタムに着艦する T2V、T2V は、ロッキード社が開発し、アメリカ海軍で運用していたジェット練習機。原型機の初飛行は1953年12月15日。アメリカ海軍への引き渡し開始は1957年5月27日。愛称は、シースター。 1962年の3軍航空機故障統一の際に T-1 と解消された。アメリカ海軍ではジェット戦闘機パイロットの訓練のために1948年に空軍の F-80C を50機取得し2-1の名称で高等訓練に用いていた。これは短座で地上基地からの運用であった。1949年には 練習機 T-33 を2-2の名称で採用した。2-2は空軍と同一機体であり、艦上機としての装備を持たず、航空母艦では運用できないため、陸上基地から運用していた。ロッキード社はこれに対して、自己資金で航空母艦での運用に適した形に徹底した。 再設計を行い、L-245 案として海軍に提示した。これが採用されたものが、本機、T2V である。ロッキード TB-2 及び T 2、T2V-1T-33 より、T2V への解説系部分は、機体全体に及び、エンジンの乾燥とそれに伴う空気取り入れ口の形状変更。 着艦のための膠着装置の強化及び着艦フックの装着、垂直尾翼の延長、増積などが行われた。また、後部座席を15センチメートル上げて前方視界を確保しているほか、発艦の際には全脚柱を伸ばして無改革を上げることができた。また、本機は境界層制御を採用した最初の実用機でもある。これは、 エンジン排気をパイプにより主翼公園に導きフラップうわつらに噴出させて気流の剥がれを防止する装置であり翼の全幅にわたって装備された全園スラットとともに低速時の操縦性は大幅に改善された本機は1958年の生産終了までに150機が生産された追加発注の240機は 後継の T-2 バックアイの開発が早かったこともあり、キャンセルされた。練習機としてのほか標的栄光機や連絡機としても多目的に用いられた。1958年から開始されたアメリカ海軍の訓練体系ジェット化計画において、初級訓練を担うことも検討されたが、その部分についても T-2 バックアイが担うこととなった。 T2V-1 は1962年の3、軍航空機故障統一の際に T-1A と解消された。T-1 は T-2 の本格配備とともに第一線から退いたが、1970年代まで使用されていた。ありがとうございます。